森友学園問題を追及する民進党、支持率で皮肉な結果。連合代表、辻元氏の森友問題報道に、ガセネタ反論も統制回復せず。トースポウェブ。民進党の連合代表、49、は、30日、学校法人森友学園大阪市をめぐる問題で、産経新聞が、同党の辻元清美衆院議員、56、に関し、新たな3つの疑惑、28日付と伝えた報道を、ガセネタだ。と、痛烈反論した。辻元氏は、自民党が公表した籠池泰典理事長、64、の妻、淳子氏と、安倍晋三首相、62、の昭恵夫人、54、とのメールのやり取りに、何度も名前が登場。同氏の報道を受け、塚本幼稚園に侵入したとする記述や自身が送り込んだという作業員などについて、一切ない辻元氏と全面否定した。この件では、安倍首相は、参院決算委員会28日で、辻元さんは、真っ向から、メールの中身を否定した。だったら、これを証明しなくてはならないと、辻元氏に説明責任を求めた。会見した蓮舫氏は、疑惑と報道した新聞社に対しては、抗議文と法的措置も含めて、今、対応を考えています。この記事のみにおいて、国会で答弁される首相の器に、私は、極めて疑問を感じざるを得ませんと、安倍首相を非難した。民進党は、後半国会に入っても、森友学園への国有地売却問題の追及を続けている。だが、マスコミ各社の世論調査では、同党の支持率は、微減、逆に、安倍内閣の支持率が上昇という、皮肉な結果を叩きつけられている。蓮舫氏は、総じて大きかったのは、森友に関する政府の説明が十分ではないという声が高かったように思う。世論調査の数字は、マスコミの仕事なので、解説したくないと話した。民進党は、今月末に行われる民間企業のイベントに、蓮舫氏の国会追及を、バーチャルリアリティ、VR で疑似体験できる VR 蓮舫の出展を決め、党勢回復につなげたい意向だ。同党参院議員は、蓮舫氏は、代表就任から半年が経つ。提唱した提案型路線は、成果が上がらない。森友学園の追及は、我が党の調査力が乏しいことを露呈した。VR は、捨て身の戦略で、効果が、あるのか、また裏目に出るのではと、不安を明かした。これに対して、ネットでは、以下のような反応が、ざまあめろ、言論弾圧しようとするような党が支持されると思うなよ。都合の悪い数字を無視しても、それが現実ですよ。すごいなこいつ、わずか2行で逆ギレと責任転嫁、脅迫に安倍非難をやってるぞ。民進党は、リアリティ、現実を、直視できないんですよ。だから、VR、疑似体験に力入れるんですよ。結局、理屈もなく言い散らかしてるだけなんだよな。裏目？支持率狙ってやってたなんて嘘だろ？本気なら政治家辞めた方が良いレベル。引き際が分かってないアホは、ほんま怖いわ。おかげで辻元まで飛び火してるし W、まともな政治経験があれば、稲田の辞任と引き換えに、手打ちで、しょ、これで安倍を吹っ飛ばそうと考えてるのが、ほんと素人。ざまあ。メシウマ。提案型と言いながら、よくわからん足の引っ張り方しかできないっていう。いや、待てて、WVR 連合とかおもちゃで支持率上がると本気で思ってんのかよ。何でもかんでも隠蔽するんだな、隠蔽党に改名しろ。寄付したとされる方がしてないって言って、承認喚問しろって言う奴らだぞ W、安倍おろししか考えてないから思考能力がまともじゃないよ。国会を空転させた責任は？何で、マスコミは、連合に、納得のできる説明を要求しないの？安倍には、どうでもいいような細かいことでも、いちいち要求するのに。忖度。解説したくないとか現実逃避 W、謝らない、負けを認めない大陸人の気質やだ。民進党は、後半国会に入っても、森友学園への国有地売却問題の追及を続けている。土地の売却問題なんて、全くやってないだろ。
W、安倍嫁の寄付金ばかり追求してるだけやんけ。それも、うまくいけば、安倍失脚につながるかもという、下心丸出しで W。森友学園の追求は、我が党の調査力が乏しいことを露呈した。いや、仮にも、政党なんだから、政策立案能力や政権担当能力が乏しいことの方を気にしようよ。ここまで来たら、数字なんて関係なく工作するだけ。今回の森友騒動だけを見ても、野党を与党にはさせられないなぁと思いました。VR 蓮舫って同性回復の手段だったん？てっきり、徴兵決めに、見てゲーム業界の振興促進とかだと思ってたんだが、100歩譲って、ゲームの出来が良かったとして、それで支持政党を変えるやっこがいるとか、本気で思ってんのかこいつら。